となりました。この後美味しい食事をして帰ってください。じゃあインストラクターの方から行ってみましょうか。じゃあ次の方。はい、本当に一つお昼も食べずに、長い時間お疲れ様でした。まあ、今こういうと私も JFA の活動をしている中で、本当に皆さんのご指導のやっぱり積み重ねが今の日本サッカーの発展につながっています。そして今指導者要請も含めて多くのそういうところに対しての、グラスルーツのところを本当に大きくしていこうということで、本当に皆さんのご協力が本当にそこの日本代表そして世界に立つ、ね、結果につながっていくと思いますので、本当に皆さんこれからもそれぞれのところでご尽力お願いします。そして我々含めここにいるサッカーコーチ全てが仲間です。ですのでいろんなところに出会ったお互いに本当にその目の前にいる選手のために、これからも活躍していただければと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。私は埼玉県の方で B 級のインストラクターを土屋さんと担当しています。で、まあ、埼玉県中心にやってるんですけど、まあ、今日は埼玉県以外の地域から集まっていただいて、リフレッシュをとても面白かったなと思います。まあ、地域は世界的に見れば埼玉県と神奈川県と東京と、栃木とかそこで1個の県ぐらいあるんで、まあ、いろんな交流を、これからもして、でやっぱり今の子どもたちにやっぱりサッカーを好きになってもらう、で、自ら勝負するような自分でやる探して自分でやるような、選手たちをたくさん作って、サッカー界の社会のリーダーになるような、ところまで見据えてやれたらいいなと自分も思ってますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、ご苦労様でした。偉そうなことを言える立場じゃないんで、私も頑張ります。よろしくお願いします。はい、じゃあ長い時間お疲れ様でした。最後に、荷物の片付けを手伝っていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、執行の方も多分この中にいらっしゃるかと思います。未達執行。未達執行ってのはポイントが足んないのかな。そういうことのないようにまた今後早めのリフレッシュをお願いします。また B 級の方はなかなか取る機会がないと思います。まあ、一応埼玉では12月のこの月曜日に、3年前から B 級のリフレッシュなんかも入れております。またキックオフをよく見ていただいて、早めにポイントを取得されることをお願いします。で、C 級も、4月また改正になります。 大幅な改正になります。で、教材も全部すべて変わりますので、また新しい内容になります。またそういうところも発信していると思いますので、ぜひそういうところの研修をまた来ていただいて勉強していただいて、まあ、今日やった経験なんかをまた活かしていただいて、自分のチームにつなげていただければというふうに思いますので、皆さん頑張ってください。お疲れ様でした。はい、以上で解散します。ご苦労様でした。